どうも一です今日はですね超初心者のためのダヴィンチリゾルブのですね使い方っていうのをですねやっていこうかなと思っております。まずですね、まあ、ダヴィンチリゾルブについてなんですけども、まあ、無料で使えるソフトの中ではですねもう極めて高機能なソフト。 というよりですね多分無料で出されているこの編集ソフトとか、まあ、カラーグレーディングソフトの中ではですね一番高機能なですねソフトだと思いますのでまだこうソフトどれにしようかなって迷っている人はですねとりあえずこれ一回やってみるのもいいかなと思うんですがそんなこの素晴らしい機能を持っているこのダヴィンチリゾルブなんですけども今日はですね、まあ、とりあえずもう基本的な部分をまあ全てやりたいなと思うんですが。 まず、例えば、プロジェクトを作ってですね、まあ、動画を読み込んで,で、この動画を読み込むところで結構引っかかる人が結構いてですね、まあ、そこら辺をちょっと詳しくやりますので、で、まあ、素材を並べたり、あとまあ書き出したりですね、まあ、カラーちょっといじってみたりっていうところをですね、まあ、基本的な部分は大体やると思いますので、最後までですね、ご覧いただければ嬉しいなと思います。 はいそしたらですねパソコンの画面見ていきたいんですがまずですねダヴィンチ・リゾルブ立ち上げるとですねこういう風に出てくると思います。でここからですね新規プロジェクトでですね、まあ、今回は練習ということで、まあ、テスト2とかですね作りますこの画面が立ち上がってたらですねもう新規のプロジェクトの作成というのは完了してますので次のステップに移行していきます。 で次がですね、まあ、動画とかの素材を読み込んでいきたいんですけども、このまんまの状態だったら読み込みができないんですよね。で、ここで結構みんなですね、ちょっと戸惑ったりしてやめちゃったりとかですね、あ、もう分かんないってなっちゃうんですけども、えー、まず最初にですね、この環境設定から、まあ、メディアのそのストレージの場所をですね、指定してあげないといけないです。 今僕はですね、もうほとんどの自分の SSD とかデスクトップの場所とかですね、そういったのをこうマウントしてますので、まあ、どこから動画の素材を読み込んでもですね、読み込めるんですが、一番最初の時はですね、これが多分何もない状態になってますので、もうどこからも読み込めない状態になってます。なので、そういう時にこの追加ボタンを押してですね、それぞれ自分が読み込みたい場所、読み込ませたい動画の場所をですね、ここで指定してあげます。で例えば、デスクトップ、 から読み込ませたいときはですね、このデスクトップを押して、で、このオープンを押します。で、まあ、もう僕はですね、あのデスクトップのマウントもしてますので、もうマウントポイントが存在しますってなりますけども、おそらく今デスクトップをマウントしたら、ここにですね、まあ、こういうふうにあのデスクトップっていうふうに書いてあるんじゃないかなと思います。そしたらですね、次に動画をですね、読み込んでいきたいんですが、えー、ここのファイルからですね、ファイルの読み込み、メディアの読み込みですね、 で今回はですねこの SD カードから読み込んでいきたいのでこの SD カードを選択してですねでクリップで,で、まあ、適当にですね、まあ、この辺とか、まあ、自分のですね好きな素材をこういう風に選んでいきますであとはここを開くボタンを押すと まあここにですね、このようにファイルがですね、読み込まれまして、まあ、ここでこうやって確認もすることができます。このようにですね。で次にですね、ろう動画のファイルを読み込んでいきたいんですけども、まあ、やり方は先ほどと同じようにですね、このファイルからファイルの読み込みっていうふうにしていってもいいんですが、せっかくなので違う読み込み方をしてみたいと思います。でこのですね、まあ、今エディット画面、このエディット編集画面になってるんですけども、この横のメディアっていうところをですね、押します。 すると今読み込まれてるですねメディアがこうやって出てくるんですがえ今自分がですねこっちを見てみるとですね今自分がマウントされてるハードディスクとかですねデスクトップとかがここに表示されてるんですけどもまその中でですね今回あのローファイルでまあこの夕日の画面夕日のですね映像を読み込んでいきたいと思うんですがこれ実は CinemaDNG ファイルなんですねでまあブラックマジックとかのですね えー、B ロ、えーとかだったらもっと簡単にですね音楽と、まあ、動画が確か一緒のクリップになってましたかねただこの CinemaDNG とかはですね、まあ、そのファイルにもよるんですけども、えー、音楽のクリップが別になってるのでしっかりこうやって音楽のクリップも読み込んでくださいで、えー、先ほどのこの編集画面に戻りますであとはですねもう非常に簡単で、まあ、ここのタイムラインにですね、えーまあ、ドラッグアンドドロップこうやってですねしていくだけなんですよね で今ちょっと音声ファイルここに残ってるのでこれもちゃんと忘れずにですねドラッグドロップしてくださいで、あのー、編集の仕方なんですけども、まあ、基本的にはですねあのーまあ、どの編集でも一緒なんですがこの辺からですねここまではいらないなっていうところとかがあったらこうやってドラッグしてですね右側にスライドさせますするとここのクリップがなくなりますので、まあ、ここから始めることができるんですけどもここにまあ ちょっと何秒かですね、ブランクスペースがあるので、ここを埋めないとですね、黒いままのですね映像が12秒間ぐらい流れちゃいますので、しっかりこれを全部ですね、選択して左側にこうやって寄せてください。逆にですね、この辺はいらないなと思ったら、この辺からですね、ドラッグして左側に持ってくる。そして、こちら側をですね、また左側に持ってくるっていう感じで、まあ、どん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 ですね、ちょっとずつこうやって、左にやって、まあ、右にやってとかですね、 もういらないところいるところっていうのをこうやって選択しながらやっていきますで例えばまあここのですねあのクリップとクリップの間にですねディゾルブとかって言ったりするんですけども何もしない状態だとですねこのままパッて変わったりするんですけどもここをじわっと変えるためにですねトランジションをつけていきますでこのエフェクトライブラリを押してですね まあカラーディップとかクロスディゾルブとかですねいろいろあるんですけどもこのクロスディゾルブというのをですねここに持ってきてですね話しますするとはどういうふうになるかというとですねこういうふうにじわっと変わるっていうのができたりしますのでまあこの辺でちょっとずつこう変化とかをつけながらですね編集を していってくださいっていうのがですね、まあ、大体の、えーまあ、編集をしていくポイントなんですけどももちろん他にもですねあのタイトルをつけたりとかですねいろいろあるんですけどもちょっと今回は長くなりますので、まあ、この辺ぐらいにしておきますで次にですねいろんな画面のですねちょっと説明をしていきたいんですけども、えー、まずこのフュージョンを押しますでこのフュージョンはですね何をする場所かというとですねもう簡単に言うとアドビの場合のアフターエフェクトとかですね ファイナルカットの場合のモーションみたいな感じでですねえまあちょっと VFX まあ高度なですね編集をしたい時に使ったりとかですねえまあいろんなエフェクトとかまあタイトルを動かしたりとかですねその辺をやりたい時にまあこれをちょっと使っていくみたいな感じなんですけどもまあ今回もですねちょっとこれをやるとすごく長くなりますのでまとりあえずまあそういうアフターエフェクトとかモーションみたいなのでできる機能がですねこのフュージョンだと思ってください でその次にこのカラーグレーディングですねこの右側これがまあカラーグレーディングの画面になるんですけども、まあ、ここでですねいろんなカラーの味付けですね自分が表現したい色とか表現したい場所とかですねそういったところのカラーをいじったりっていうところがもうここでかなり高度にですねできますので、まあ、ここだけをですね使いたいがためにまあダヴィンチ・リゾルブ使ってるっていう人もいますのでそれぐらいですねこのダヴィンチ・リゾルブのまあカラーの機能っていうのは強力です。 で次にこの音楽のマークですね。でこれがですね、まあ、音声ファイルをいじったりとかですね、まあ、その辺になるんですけども、まあ、ここにさまざまですね波形がまあたくさんいろいろあってですね、まあ、MA とかがしっかりできるようにです、ねえー、なっておりまして、まあ、ここもですね非常に高度にいろんなものをですねラウドネスの設定だったり本当にこういろんなですねサウンドのエフェクトもかけられたりとかもしますしこの辺もですね非常に使いやすいミキシングのですね機能になってます。 で次にこのロケットマーク、まあ、デリバーって言うんですけどもこれはですね何をする画面かというと、まあ、書き出しのです、ね、設定を選んだりするような場所になります、まあ、ここから書き出しをしていくんですけども、まあ、YouTube の設定だったりですね、まあ、H264H265 とかですね、えー、まあ例えばファイナルカットのです、ね、10とかにまあ映像を送ったりとかですね、まあ、プレミアに送ったりとかですね XML ファイルって言うんですけども、まあ、そういった生成ももちろんできます でまあ、普通はまあ例えば H264 とかでですね、ここで名前変えて、まあ、レンダリング設定して、書き出しみたいな感じで、一、まあ、つの動画をですね、作っていくような感じになりますね。で、ちょっとここは編集画面に戻りますけども、えー、ちょっとカラーのところだけですね、少しだけやりたいと思います。で、カラーですね、今これ、CinemaDNG というですね、ローファイルをこうやって選択してですねで、このカラーを押していきます。で、するとですね、今こういう画面になりまして、 で、ろ、えー動画、まあのファイルになりますので一番左のですね、このカメラローっていうシステムを開きます。でこのプロジェクトからですねこのクリップを押しましてで、例えばもうこれ本当に自由自在にですね、まあ、色を朝っぽい感じにしたいならですね色温度をちょっとこう2500ぐらいまで落としてですねでまあ朝っぽい雰囲気とかですねできますし まあさっきちょっと言いましたけどもここが海なのか山なのか分かんないっていう感じがするのでまあこの辺をですねちょっと戻してあげるためにですねまあ露出をこうやって上げたりですねでシャドウをちょっとこう上げてでまあここ実はこう開けた場所だったんだっていうのがこうやって分かってくるんですけどもまあその他にですねこのホイールっていうのがあってですねカラあミッドトーンまあ中間色の部分をまあちょっとこう赤っぽい感じに。 してみようとかでハイライトの部分もですねこうやって黄色くしてみようとかですね、まあ、いろいろここでいじったりとかできるんですけども、まあ、この辺で自分のですね、まあ、色とかを決めていくような感じになります、まあ、このカラーホイールもですね3種類まあ,ありましてですね、まあ、自分の好きなですねものを使っていくっていうところもですねできますので、まあ、ちょっと今回はですねあの本当にこのカラーに関してはめちゃくちゃ長くなるので発愛していきますけども本当にもう自分の再現したい色っていうのはですね まあ、ほぼほぼできるかなとは思います。特にローファイルの場合はですね。なので、まあ、ちょっと後日ここはしっかりやっていきたいと思います。で、ちょっとこのまあ編集画面に戻りましてですね。じゃあ、この映像をですね、えーまあ、先ほどもちょっと言いましたけど、このデリバーにですね、運んでですね、で実際にちょっと書き出してみたいと思います。で、今もうこれ選択されているこのクリップですね、さっきエディットで編集したのと同じ映像がですね、ここにありますけども、 えー、これをですねこの名称をですねテストにと変えてですねでこのブラウズって書いてあるんですけども保存先を選びますでまあデスクトップにこうやって保存をしてですね OK を押しますあとはもうこれレンダー級に追加を押してですねであとはこのレンダー開始っていうのを押せばもうあとはですねレンダリングとまあ書き出しっていうのをですね勝手にやってくれますので,でこの書き出しが終わったらですね、まあ、デスクトップに、まあ、このようにですねテストっていうのがあって 入ってますけどもまあ、ここにですね。しっかり動画として残ってまして、これでとりあえずですね。書き出しまでが終わりということになります。で、まあちょっと今回ですね。非常にこうまあ、全部あの1からですね。書き出しまでっていうところやりましたけども。 まあちょっとこう分かりにくい部分とかですね、まあ、駆け足でちょっとやってきたという部分がありますので非常に説明不足なところがあるかもしれないんですけどももし分からないところがありましたらですねコメント欄からいただければ分かる範囲でですねお答えしたいなと思いますのでよろしく。 お願いいたしますはいということでですね今日は超初心者のためのダヴィンチリゾルブっていうのをやっていきましたけどもまあ基本的な部分はですねまあこんな感じでやっていくんですがまあこっからですねまあいろいろ例えばカラーグレーディングだったり、まあ、ちょっとフュージョン使ってみたりとかですねちょっとこう高機能になっていくとですねやっぱりいろいろこう難しい部分が出てきますので、まあ、とりあえずこの超初心者編はですねしっかり覚えていただいてでまあ次回以降そういったちょっと高機能なですね使い方っていうのをやっていきますので ぜひチャンネル登録していただいてですね次回の動画もお楽しみにいただければなと思いますということでですね今日は以上になりますではバイバイ